ハロー YouTube ニアオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけたドリームバイリンガルの僕が皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない、そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりでね、しかも非常に遅くて、しかもなんかやっつけ仕事しかしないのでね、皆さんぜひチャンネル登録をして中華ニュースを追ってみるのもいいと思います。はい、今日の、ニュースなんですけども、中国国内で不動産のね、ショールームがあるじゃないですか。このショールームにね、バイク の, ヘルメットをかぶって、多分ねフルフェイスっていうか、写真見る限り全部フルフェイスなんですけども、かぶってね来る人が、続出という話ですね。この続出の謎、一体ね、なんでそんなことするのかっていう話なんですけども、まず皆さんに理解しておいてほしいのは、家という漢字は屋根の下の豚って書くんですけども、これはね、中国国内で不動産を買うやつ、マンションを買うやつは豚だという意味ですね。中国国内ではですね、恋愛感情を持たない中華メス豚っていうのが9割を占めていて、オス豚のマンションと引き換えに、交配と繁殖の権利を渡すわけなんですよね。そんなわけで中国だとね、持ちマンション率がね、90% に達していて、マンションの価格が高騰していっているっていう、そういう構造になっております。世界トップクラスですね。でそれでですね、今回ね、この、フルフェイスヘルメット、だから不動産 の, ショールームに、フルフェイスヘルメットをかぶって、見に来る人が続出という話なんですけども、これなんでかっていうとね、例えばですね、不動産 の, ショールームに不動産を見に行って、その日のうちに買うと、ちょっと安くなると、ちょっと安くなるっていうか、だから多分5000万ぐらいの不動産だったら、その日に買うと300万ぐらい安くなるよっていう、システムなんですよね。それでね、見に来る方も買い手の方もね、まだ情報がないのでわかんないじゃないですか。他のと比べてみたいし、本当騙されてるかもしれないっていう不安があるので、なかなかその日には買えないと。で初めて来た人には、その日のうちに購入してくれるんだったら、ちょっと300万とかね、5000万に対して300万とか500万とか割引くよと、そういったシステムになってるんで、その日のうちに買ってほしいとね、不動産デベロッパーの方は思うんですけども、なかなか、そうはいかないと。というわけでね、不動産デベロッパーがやりだしたのは、顔認識ですよ。顔認識 の, カメラで、ね、たくさん仕掛けてて、誰が来たことあるかも記録取っていくんですよね。それで本当に初めて来た人かどうか確認すると、それとですね、仲介業者がいるわけじゃないですか。で例えばね、不動産デベロッパーが高価なね、広告費を支払って広告打つじゃないですか。でそれで顧客がね、自分で来て自分で見て自分で買った場合と、仲介業者が連れてきた場合と、だから手数料が違うわけじゃないですか。仲介業者に、通して買った場合も、仲介業者にも何百万とかね、支払うことになっちゃうと思うんですけど、まだ日本みたいに 3% が、限界とかじゃないので、もっと全然高くなっていくので、仲介業者に支払う額、それがもう何百万とかになっちゃって、とある顧客がね、初めに、仲介業者が連れてきたのかどうかも分かんないんですよね。でもしとある顧客が買うってなって、仲介業者が、その人を紹介したのはその自分の、自分たちだと主張して、そこでね、たくさん揉め事が起こってたわけなんですよね。ここでもね、顔認識、カメラがね、活躍するわけなんですよね。本当に仲介業者が、最初連れてきたのか、それかね、その人がね、自分で来たのかっていうのを識別するシステムでもあるわけなんですよね。でね、こういったことが行われるわけなんですよ。で最初自分で来て、そのデベロッパーがいくらって言って、
でその足でね、あの仲介業者の方に行くわけなんですよね。で仲介業者の方がなんかちょっと結構割り引いて売っちゃうことはあるんですよ。でそれをやられちゃうと割り引いてた値段になるばかりか、その仲介業者にね何百万とかいう手数料を持っていかれちゃうんですよね。まあ、そこでこの、まあ、顔認識が非常に重要になってくるんですけども、その見に行く方としては個人情報を取られたくないとか、有利な条件で買いたいっていう、まあ、思いがもねもちろんあるわけなんですよね。でこの個人情報をね本人の同意を得ずに、取るというのは一応ね違法行為っていうことになってるんですけども、この顔認識がねその今まで言われていた個人情報の範囲に入るかっていうのはね また別の話なんですよね。ちなみにですね、中国国内ではねあんまり個人情報を取られることってないんですよね。日本みたいになんかこの電気店のほらカード作るのに名前書いて住所書いて電話番号書いてって あそこまでされないですよね。まあ名前適当に書いて電話番号適当に書いて、はい、もし違ってたらあなたの責任よっていうぐらいのが普通の電気店の感覚なので、あんま確認してこないですよね。まあ日本でも確認してこないかな。まあそんな感じで、まあ普段は緩いんですけども、まあ最近この顔認識ということで形でその個人情報を取るようになってきたと。でそれを嫌がる人たちがヘルメットかぶって、不動産のショールームに現れてくるようになってきたという話でした。はい、今日のね動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてねツイッターの方もね登録していただけると、まあ、フォローしていただけると、中華ニュースがね手早く手に入ります。それでは皆さん、リンチーでした。再见。